号子ども塾では皆さんからの情報でお便りをお待ちしています。なんでこんなに教えてくれるの。くれるじゃない、くださいでしょ。どなたならともジャンルは問いません。どんどん教えてください。それではまた来週。今日は一体何をしてるんですか。ミニパックで作った時計の実験をしようと。時計、これがですか。一般時計ですね。ドクター作ったの。いやいや、僕はこんな器用な人じゃないから、僕の友達に特別に頼んで作ってもらったんです。でもそれがどうやって。見ててください。ちゃんと動きますよ。はい。でしょ。でこのフリーコーを動かすと。時計っていうのはね、時計を動かす動力がいるでしょ。この場合、動力はこちらの重りがついて、この車を回す。で普通にしておくと、はい、これがぐるぐるぐるっと回ってしまって落ちてしまうでしょ。これじゃ時計にならないですから、時計には必ず脱進装置というのがあって、ぐるぐると回らないように止めなくちゃいけないわけですね。でそれを止めるのをこの場合ここでこの振り子がついていて、この前についてで、この前に今だよ。風邪ぶる人はいない。でも軽いから増えるかもしれない。同じってことは重さが違うからないと思う、どっちだろうね。じゃあ2人乗りと1人乗りで分かれてちょっともう一回やってみよう。ではよーいドン。違うか。